皆さんこんばんは、ゆっくりです。今回の遠征は山陽本線北長瀬駅と伏備線総社駅に行ってきました。ゆっくり見ていただけると幸いです。まずは北長瀬駅に来ました。北長瀬駅は岡山県岡山市北区北長瀬町表町2丁目にある JR 西日本の山陽本線の駅です。横には岡山貨物ターミナルが見えます。線路から線路の間隔は広いです。真ん中の線は貨物列車の貨物の移動や機械回しなどで使われています。時刻表を見てみましょう。びっしり列車があります。乗り遅れても安心です。上から見た線路です。貨物ターミナル駅が横にあるとどんな作業をしているか気になります。大きなショッピングモールがあります。後で探索してみましょう。それでは撮り鉄スタートです。来ました。貨物駅内で主に貨車の移動を行っている HD300 ディーゼルハイブリッド機関車です。北長瀬駅10時30分から31分発着普通列車山陽本線倉敷行き115系近郊型電車です。北長瀬駅10時34分から35分発着普通列車山陽本線瀬戸行き220系近郊型電車うららです。北長瀬駅10時36分から10時38分貨物の移動を行っています。HD300 ディーゼルハイブリッド機関車です。北長瀬駅10時39分通過特急やくも岡山駅381系特急電車リバイバルやくもです。北長瀬駅10時40分発普通列車山陽本線糸崎行き220系近郊型電車うららです。北長瀬駅10時48分着普通列車伏備線岡山駅113系近郊型電車です。お目当てがやってきました。北長瀬駅10時54分通過貨物列車水島臨海鉄道駅行き DD200 ディーゼル機関車です。北長瀬駅10時56分着普通列車山陽本線相生駅227近郊型電車うららです。北長瀬駅11時6分から7分発着普通列車山陽本線三原駅113系近郊型電車です。なんだかこんなに線路があるのが新鮮です。北長瀬駅11時16分通過特急やくも出雲市行き381系特急電車リバイバルやくもです。北長瀬駅11時17分普通列車山陽本線瀬戸行き113系近郊型電車です。北長瀬駅11時18分通過貨物列車幡部総社町行き EF210-300番台です。北長瀬駅11時20分通過貨物列車吹田ターミナル駅行き EF210-300番台です。今週の貨物列車はすごい長いです。
さあ今からお昼を食べに行きます。レトロタイムトラベルの展示会が開催されています。すごい旧車が揃っています。これって日産フェアレディ？トヨハチとハイゼットです。最初の車両って何だったんだろう。今日のお昼はサニーピッツァさんにやってきました。サラダバーでサラダとジュースを取りました。ナスのスパゲッティとサーモンのクリームソース添えです。いや、おしゃれすぎてすぎて美味しかったです。ごちそうさまでした。帰りにパンダ焼きっていうのを大判焼きみたいなものを買ってみました。箱と中身がすごい可愛いです。岡山行きの列車を待ちながら撮り鉄を再開します。北長瀬駅12時31分通過、貨物列車はたぶ総車場行き EF219 番です。次は総車駅です。総車駅は岡山県総車市駅前1丁目にある JR 西日本伯備線吉備線伊原鉄道の駅です。電線のないホームは伊原鉄道のホームになります。総車駅特急役も出雲市行き381系特急電車リバイバル役もです。総車っていうんやね。緑色は伯備線のイメージカラーです。新型やくもの停車位置です。0番ホームは吉備線桃太郎線とも言われています。こちらは伯備線の1番ホームです。吉備線って桃太郎にゆかりのある地域なんですね。あ、吉備団子か。そんなお話もあるんですね。ワンマンのうららってなんか新鮮です。吉備線のキハ47系出発です。いやー、国鉄色がまだたまりません。総社駅特急役も伯備線岡山駅273系特急電車です。新型役もです。総社駅11時33分発普通列車伯備線岡山駅227系近郊型電車です。総社駅11時37分着伊原線総社駅 HRT355 系機動車伊原鉄道の列車がやってきました。こちらが2番ホームです。そろそろお昼にしましょう。土曜日のみに営業している駅のそばさんに来ました。お通しで揚げそばが来ました。へえ。天ざるそばを注文しました。すごい美味しそうです。すごい綺麗です。ごちそうさまでした。美味しかったです。さあ撮り鉄を再開します。総社駅特急役も伯備線岡山駅273系特急電車総社駅12時31分発普通列車伯備線岡山駅213系近郊型電車総社駅特急役も伯備線出雲市行き273系特急電車です。総社駅12時37分着普通列車伊原線総社駅 IR355 普通機動車です。総社駅12時45分発普通列車伊原線新平行き IR355 普通機動車スタートレインです。総社駅12時49分着普通列車伯備線総社駅227系近郊型電車うららです。
総社駅13時ちょうど、普通列車吉備線岡山駅キハ47系普通気動車です。総社駅13時9分発、普通列車伯備線新見行き213系近郊型電車です。総社駅13時11分着、普通列車伯備線岡山駅213系近郊型電車です。総社駅13時27分から28分発着、特急やくも伯備線岡山駅381系特急やくもリバイバルやくもです。総社駅13時31分発、普通列車伯備線岡山駅227系近郊型電車です。総社駅13時32分通過、特急やくも伯備線出雲市行き273系特急電車です。総社駅13時41分着、普通列車吉備線総社行きキハ47系普通気動車です。次はフォトアルバムのコーナーです。動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。